い、どうも、青キックスです。今日の企画は、青キックストーク。はい、というわけで、この企画ね、安定はしてないですけども、ちょっとずつ認知されてきたのかなということで、もう早速、今日はなんかもうすごいゲスト、今日もですけど、ちょっと大癖なゲスト迎えてます。今日のゲストはこちらです。はい、どうも、洛南高校、お使いこと、星川海星です。海星です。海星。海星、まずあの、1月よ。はい。1月に撮影してるけど、寒いって。いや、全然大丈夫です。体いかれてるって。いや、今日も京都でパンプアップがすごいですね。そうです。結構仕上げてきたんで。今日ちょっともうちょっと見せれる、乳首が映らないって見せてください。いや、映ってるけど、ここ、でかすぎるって。でかい、もう怖い。顔こんなんでもなんか四角いからロボットみたいになってるやん。今日はちなみに、どこの筋肉と戦ってきたの？今日は背中と二頭筋を結構気持ちよくしてきました。トレーニングでしっかりあのプロテインも、あ、もちろんです。どこのプロテインちなみに飲まれてるんですか？プロテインは僕はザバス。おう、ザバスずっと飲んでます。チョコ、リッチョコラとスッキリフルーティー味。おお、なんか変えてるんだ。はい、はい、というわけで今日のゲストは海星を迎えてやっていきたいと思います。それでは本編いきましょう。というわけで、海星を迎えてウィンターカップの話とか、星川海星とはみたいな紹介をしていこうと思うんだけど、はい、まあまあウィンターカップの話はね、まあおいおいだし、なんか洛南は今年すごいハードなスケジュールを今追っているということで。そうですね。ちょっと待って、海星も、じゃあ海星の昔とかは月末とかいろんなメディアで多分載ってると思うから、はい、まあ、そちらで見てもらって、はい、海星地元はどこだっけ？地元栃木で。栃木で。宇都宮です。はい、宇都宮で。中学は？中学校は金融中学校です。それ結構有名な中学なの？いや、どうですかね、別にそんなにバスケ伝統的に強いとかではない。海星の時はマックスどんな感じ？県新人と春季とかは一応優勝はしてたんですけど。おお、すげえ。お、最後関東大会に行くときに3位だったんで、そこで引退でした。ああ、でそこで引退して洛南に決めた理由っていうのは？そうですね、兄が洛南行ったのはかなり大きいんですけど。お、でもなんとなくですね。他にもだって選択肢あったよ、いっぱい。いっぱいあったやろ。はい、でも勉強ができるところで留学生がいないところだったら、まあ洛南かなっていう感じで。健一も昨日同じこと言ってたよ、留学生がいないところでやりたいと思いましたみたいな。多分洛南来てる人は大体同じ考えだと思います。あ、そうなんだ。へえ、すげえ。あ、そういう感じの理由で。じゃあなんか最近のオフ、まあ、引退してから年末年始どうやって過ごしたのみたいな感じで、何をしてるの最近の日常は？最近は、あ、でも筋トレですね。筋トレのいきなりモチベどうした？どっから何のモチベでやってんの？普通に気持ちいいっていうのはあるんですけど、最初はバスケをやる上で強くなりたいと思ってたんですけど、途中からなんで筋トレしてるんかなって考えた時に、俺筋トレが好きなんだなって思って、そっからもう筋トレしかしてないですね。なるほどね、バスケのための体作りからふと我に返ったら筋トレが好きだったんだ。はい、そうです。結構洛南自主練の時間があるんですけど、まあみんな自主練だったらまあシューティングしたり、まあバスケの練習をしてるんですけど、僕の自主練やったら、まあ今日はどこの日から入って、でまあどんなトレーニングをしてっていうのが、まあ僕の自主練ではなってません。はい、筋肉んじゃん。もうゴールドジムとかにいる人や。え、それはもう何見て筋トレしてんの？YouTube で結構筋トレ系の YouTube 大好きで、おう、でそういう YouTube の筋トレ動画からいいのを結構集めてきて、で自分に合うのをピックアップしてやってます。崇拝してるそのハードトレーニングの人とかいないの？あんまり。あ、 YouTuber の方ですか？あ、 YouTuber、 全然 YouTuber でいい。う、 YouTuber の方やったら僕、山沢黎明さんっていう方が結構有名な方なんですけど、多分地元が一緒で、宇都宮、で、それ知らなくてもともと。最近知ったんですけど、なんでよりなんか親近感を湧いて、憧れの、まあ、選手というか、憧れ。もう、
もうハードトレーニングした人選手って言い始めたらお前もそっちの分よ。すごすぎる。おもろすぎる。なんか撮影が昨日ケンイチだったからさ、ケンイチから聞いた話なんだけどさ、はい、ウィンター期間中筋トレできなくてどうしてたん大勢。僕あのホテルの廊下で筋トレ好きなやつを集めて一緒に自重のトレーニングをしてました。カイザップ開いてた。そうですね、カイザップ結構結果にコミットできるカイザップです。いや、だってさ、違うよ、あの大会期間中じゃん、楽な試合あるじゃん、次の日とか、はい、まあ踏まえて他のやつらはいいよ、まあ、B とか 1,2 年生で意識高いやつは、はい、まあパンプアップしてもさ、さほどもうね、ウィンターのそんなラストいきなりね、20分も出るとかじゃないじゃん。はい、もうエース40分の方ですよね。パンプアップとかしていいん？僕でも試合前もアップと別にパンプアップの時間を作ってて、結構大事な試合になってくるとやっぱりパンプアップの代償として結構シュートが難しくなってくるんで、キューブ戦の前とかはあんまりパンプアップできなかったんで、まあ、そこちょっと結構悔しいポイントですね。比率がわけわかんなくなってきてる。日本いないんだけど、多分他の日本代表のやつでそんなこと言ってるやつ。はい、え、だってそれこそ海外とかさ行ったやん、海星。はい、どうしてたん？筋トレできんやん。筋トレできないんですよね。うん、知ってるよ。ご飯もあんまり食べれないんで。おうおうおう。結構タンパク質不足で肩ぼってて本当に結構泣いてましたね。ちょっとさ、肩ぼっててなんて誰がわかんの。俺らわかるよ。あの皆さん、カタボリックです。調べてください。返せ、カタボリックとは何か教えて。カタボリックというのは、筋分解ですね。要するに、わかりやすく言うと。せっかくこう作り上げていった筋肉が分解されていって、どんどんこうなくなってしまうっていう。まあ、逆に筋合成っていうのは、アナボリックっていうんで、まあ、アナボル。例えば、プロテインを飲む前は、やっぱりカタボルって言いながら飲んで、飲んだら、アナボったーっていうのが結構お決まりになってますね。整ったみたいに言うんだよ。そうですね。あの、わかるよ。カタボリック一番気をつけないとね。はい。もったいないからね。せっかく積み上げてきたものがね。はい。アンダー18日本代表バスケの腰掛解説じゃなくて、トレーニングの肩になんか今ズームしてるやん。それこそさ、代表で行った時はさ、まあいろいろサプリメントとか、うんぬんとかでさ、結構ケア気にしてくれるやん。トレーナーがついてるから、はい、なんかつい最近も海外行ったとか行ってないとか、それは何があったの？ウィンター終わってすぐに洛南でテコ遠征があって、おお、うん、ちょっとしたまあ結構大きいんか分かんないですけど、大会でいろんな国の人とバスケして、してきました。その時の食生活とかトレーニングとかどうしてたの？いや、その時にプロテインを持っていくかめっちゃ迷ったんですけど、持ち物検査で引っかかったら嫌だなと思って持ってかんかって、それでやっぱり向こうで全然お肉食べれなくて。おお、そうだよね。うん、でやっぱり肩ボルんで、そうやって栄養が入ってない状態だとトレーニングすると逆に肩ボルんで。そうね。うん、僕はそのチェコの時はトレーニングはめちゃめちゃ我慢してました。もうフラストレーションばっかやん、そんな。もう本当に結構きつかった。それが一番きつかったです。オフも短い、いきなり集合、はい、海外、トレーニングできない、はい、リカバリーできない、食合わない、はい、試合は、試合だって結構出たんでしょ？出ました。試合出る。結構肩ぼったっすね。マイナスの、マイナスの連鎖入ってるやん。すごい。でもどうだったの？まあ、トレーニングできないけど、海外の、あの、はい、いくら、まあ、年は同じだろうが、下だろうが、上だろうが、海外の選手とコンタクトできてどうだった、それは。フィジカルでは全然問題なかったです。逆に勝てたぐらいで。すげえ。すごいね。じゃあこのさ、まあ、今年でもいいし、まあ、3年間通してでもいいんだけど、海星が高校バスケでフィジカルで困ったことある？はい、ないですね。留学生でもない。ないです。すごい。だからもう、俺さ、これ本当にもう今日台本なしで話すから、ね、いいんだけど、海星だからちょっとおもろすぎていこうかなと思うんだけど、はい、体強いやつって結構さ、動きがさ、硬かったりとか、しなやかさがなかったりとかする選手が多い中、海星ってめちゃめちゃ体柔らかいやん。ああ、そう
ですね。それこそ俺なんかの時に倒れて、海星がファールかなんかされて倒れた時に片足で蹴上がりしたいの見ました、なんかツイッターかなんかで。だよね。いやこの柔らかさが、うん、この彼のプレーの秘密の部分というか、はい、あの海星のプレーがこういうところが生まれてるみたいな、はい、なんでそんな柔らかい。そうですね、でもトレーナーの方にどんだけごつくなってもいいけど股関節とかつながる部分っていうところは柔軟性もそうですし、しっかり動かせるようにしとった方がいいって言われて、そのトレーニングもまあ取り入れてるんで。どんなちょっと教えてほしいんだけど、股関節の柔らかさのトレーニング。まあ、股関節の運動よくやるのは横になってまっすぐになるんですよ。横になる、まず寝るってこと。はい、横に寝て、でこっちが床につけて、でこう足をこう上下に。ちょっと指導してもらっていいですか。やります。横に寝るじゃないですか。はい、こう完全につける。あ、そうです。え、下の手をまっすぐ伸ばします。はい、そうです。で、上の足を上げるんですけど、はいはい、しっかりケツの筋肉を使いながら上げて。あ、そうです。これあれですよね、気をつけるポイント、つま先からじゃなくて、かかとからですよね。そうです。こういうことですか。はい。あとそのまま上の足をスイングするんですけど。前ですか。あ、そうです。それで後ろにも蹴るような感じで、はい、あ、そうです。はい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 。まあちょっと家狭いんでできないですけど。はい。こういうこと。お掃除ロボットが動きました。パンプアップ系以外のトレーニングをしてるってことね。あ、もちろんですね。いや、すごいやん、それ。それは中学の時はやってたの？高校入ってから。中学の時は自重しかやってなくて、まあ、兄から聞いたそういったトレーニングは少しはやってたんで、高校入ってチームのトレーニングとかでなんか困るようなことはなかったですし、そういうトレーニングは高校入ってからの方が多くやってます。すごいね。そっちも目向けられるのすごいね。やっぱ大きくなりたいからさ。はい。そっちだけに行きがちだけど、やっぱ海星の場合はバスケっていう種目だから、どうしてもこういうのも必要やん。はい。その自分の考え方意外とすごいね。ちゃんとできるっていう。まあまあ。まあまあ。さすがトレーニー。なんなんこの回。俺初めてだよ。高校生とかインタビューして寝て、なんか俺トレーニングやり始めたの。すごいわ。なるほどね。ウィンターの話しようよ。どうでした？ラストのあの試合振り返ってみると。結構勝てたやろみたいな感じのことは言われたんですけど、でも最後結構今までやってきたことが勝てた試合やったんで、おうおう、楽しかったですよ。個人的にはやっぱ勝てたと思う。かなり惜しいっていうか勝てた試合やったと思います。まあ言うたらほぼ8割方楽ランの勝ちゲーな内容というか進まり方やったやん、はい、1試合通してね見ると。その、はい、けど結果最後勝てなかった海星、個人的に思うその要因というか理由は何なの？今振り返ってみると。筋トレですね。筋トレなんだ。やっぱり筋トレが足りなかったなっていうのはホテル帰って一番に思いました。試合終わってブーなって、はい、ラストのロッカーってどんな感じだった？すぐカメラの前で取材があって、うん、ロッカーにも行ってないんで一人で来ましたね。全然みんなと会ってなかったんで。あ、そうなんだ。で、海星がもらった頃にはもうほぼいなかったんだ、みんな。みんななんか外にいるから、早来てや、みたいな感じだったんで。雑いな。結構悲しかったですね。それは悲しいな。ちょっと雑いな。はい、いや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 、みたいな。それは、こっちのペースではできないな、どうにもな。はい。で、ホテル帰って、そっからは、トレーニング。いや、僕はまず、トレーニングしました。本当に言ってる？腕立て僕好きなんで、やっぱ悔しさって、結構トレーニングに熱が入るんですよ。ああ、活力ね、間違いない。はい、ああ、なんで、これはもうトレーニングしかないなと思って、トレーニングしました。でもなんか、ケイチはなんか、みんなホテルが一応部屋集まって、その、3年生開始だみたいなのあったけど、そこに海星はいたでしょ？いや、僕行ってないですね。お前、はぶられてるやん。いや、わかんないです。でも筋トレしてたんで、それは。すごすぎ。結構夜中の4時とか5時ぐらいまで、なんか誰かの部屋に集まって、トークしてたって言ってたよ。それ僕知らないっすね、それ。今初めて聞きました。そうなん？どうやったんですか？なんか、わかんない。本当にそれが全員いたのかわかんないけどね。海星以外全員いたのかどうかわかんないけど、ケンイチはなんか、渡るくんとかと話したって言ってたよ。夜結構睡眠をとってる時に筋肉ってやっぱり大きくなるんで、うん、睡眠時間は削れないなって思って。そうか。それは仕方ない。
ですね。いやすごいわ、お前もう体もう多分大学行っても何も困らんわ、返せよ。体今何キロな？今かなり増量してて100ちょっとぐらいですね。すごっ、試合終わったにもかかわらず増量してたんだ。あ、そう、試合に向けて結構減量をかなり厳しくしてたんで、うん、減量の後って一番筋肉つきやすいとかっていう研究とかもあるんで、まあ今しかないと思って今めちゃめちゃ増量してて。あ、いや、なるほどね、そうなんや。あ、すいません、ちょっと肩持ってきたんでちょっとプロテイン飲んでいいですか？あ、いいよ、どうぞどうぞどうぞ。すいません、いいです。自分で肩持るってもう分かる息な、もう筋肉と喋れる。肩持る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 聞けよ。頼もっていいですか？頼もっていいですか？頼もっちゃダメだ、エネルギー補給しないと。頼みます。うまそうだな。でもあんま一気に飲まない方がいいよ、カイセン。一気に聞かない。ああ、ちょっと待って。いやいやいや、なるほどね。はい、じゃあまあ高校バスケをこう大まかに振り返っていこうと思うんですけど、ちょっと質問何個か連続でするんで、それに答えてもらう形式で。はい、まあ、3年間で一番印象に残ってるゲームは？1年生の時の京都府予選の東山さんとの決勝ですかね。なんで？僕インターハイがなかったんで、まあ、あのウィンター予選が高校入って初の公式戦で、まあ、1年生でスタートで出させてもらって。おお、すげえ。いや、でも周りの3年生の気迫っていうか、その勝ちたいっていう気持ちがすごく強くて、あ、うんうんうん、それに、まあ、乗っかっていったっていうか。結果優勝したんでしょ？はい。なるほどね。じゃあ一番印象に残ってるマッチアップした選手。そう、1年生の時の練習で小川敦也さんと、おお、まあ、試合中ですけど、たまにこうスイッチしたりしてマッチアップした時の止められない感じは凄まじかったですね。へえ、あっちゃん。はい。まあ、そうやな。1、3であっちゃんだったらギャンギャンやもんな、向こうな。はい。へえ、すごい。じゃあ、一番嬉しかった出来事。最近、ウィンターカップのホテルのご飯が朝と、まあ、夜だったんですけど、7割ぐらいの確率で鶏胸肉の料理が出てきたんで、それがめちゃめちゃ嬉しかったです。嬉しいかも、それ、確かに。最高でした。唐揚げとか多いもんね、ホテル飯って。やっぱその、学生が喜んでくれるさ、ポテトとか多い中、はい、ちなみに鶏胸肉何が出てきた？鶏胸肉な、でもなんか、蒸した鶏胸肉のソテーみたいな。一番いいよ。一番いいです。油も落としてくれて食べやすく、はい、柔らかくて。すげえ。 あの赤坂ホテルすごいね。すごいっす。さすが楽な行きつけ。じゃあ一番悔しかった出来事。やっぱりトレーニングしててマックスのチャレンジとかするんですけど、ベンチプレスとかでも、そういった時にマックスのチャレンジで上がんなかった時はめちゃめちゃ悔しいです。ちなみに海星はマックスはベンチワンマックス100ぐらい、100ちょい。いや、130は上がるんですけど。ガチで？はい。お前それ大学でいきなりニューレコード叩き上げるよ、きっと。その大学できっと1年でそれはいないよ。それはやばいね。肩の怪我とかもあったんで。ああ、あったね。うんうん。なんかトレーナーの方にベンチ禁止にされた時期があって、ああ、その時がめちゃめちゃ辛かったですね。なるほどね。はい。じゃあまあ監督が変わったけど、洛南は河合先生との思い出というか、なんか印象に残ってるもらった掛け声とか。ウィンターの多分2ヶ月前ぐらいなんですけど、まあ、チームの練習のレベルがかなり下がってて、それで河合先生に相談っていうか、個人のまあ課題というか、自分は結構筋トレとかバスケのワークアウトでもいろんなのをいろんなコーチに教わってきたんで、自分のレベルを上げることは結構今までやってきたんですけど、チームのレベルを上げるっていうのがすごく難しくて。ああ、なる
ね、それで先生に相談した時に、やっぱりお前が一番ハードワークして一番やってる姿を見せないと下のやつらもついてこないっていうふうなことを言われて、そこから地味な基礎練習とか洛南結構何回も繰り返すような練習が多いんで、自分の中では簡単にできてしまう練習もハードワークしてやるようにはなりました。あーなるほどね。じゃあ本当に基礎のあんまりその力今まで入れてなかったような練習のところを入れた後輩に見せるためにもってことか、はいはい、そうですね。あーなるほどね。はいはいはい。海星練習抜きそうだからな。これは結構はいできちゃうからね、なんかこれできるからいいやみたいなああなるほど。まあでもそっからやっぱ変わったんだチームも。じゃあ変わりましたね。結構いい雰囲気でできるようになったし。さすがエース。いいや仕事してるやん。ありますはい。じゃあまあ最後は海星の次の、みんな気になってると思うんで、もう皆さんお待たせしました、星川海星が次どこのステージに進むのか発表してもらいますもう海星の口からお願いします。あ、もう言っちゃっていいですか。もうやりたい、あの下り。いや、大丈夫ですよいいよ、もう言っていいよ、はい、海星は。はい、いいよ。私は福和大学に入学させていただきます。後輩ですはい、ここです。で、アオキックスの後輩です。海星、おもろいわ、嬉しいよ。筑波でいっぱい教えてあげる、いろいろ。筑波の ご飯屋さんとか飲み屋はね、まだ行けないからね。でも、あれよ、筑波の器具見たことある？あの、バスケット専用の方はあるんですけど、器具の方はまだない。驚くよ。え、やばいですか？うん、多分他の大学とかに比べたらやばいと思う。じゃあなんか、筑波って、まあ、国立ってのもあるし、なんか、大学のその医療関係とかがすごい多いから、バスケ部専用があの体育館のところに1個あって、男女バスが。はい、で、体育の塔の下に、まあ、陸上とか、まあ、誰でも使っていい、またトレーニング場が1個あって、はい、体育館の上に中央体育館の2階が、ぶわみんな使える最新の器具とかがあって、プラス、その体育館の横の陸上トラック場の横に JIS っていう、なんか NTC みたいな施設があるの。そこにもトレーニングの道具ある。えぐい。え？お、なんかテーマパークみたいな感じで、いろいろ見るみたいですね。そう、だからこのここを鍛えたいときはこことかがゴールドジムみたいな感じでできるかもしれない。筑波の中だけで今日一テンション高いよやばい、え、それ知らなかったっす。だしトレーニングの話とかも、はい、バスケ部のトレーナーに聞いてもいいし、実のそこの、まあ、NTC にいる在住してるトレーナーさんみたいなのがいるからその人にも聞けるし、はい、プラス体のことだけだったら研究室の先生たち、筑波の体育の先生たちがえぐいからもう多分やばいよ。いや、やばいっすね。でも、授業、ちゃんと単位取れよ、海星。それが心配だわ、海星。だって、どうなん？結構勉強は。まあまあですね。でも、勉強も脳みそのトレーニングやと思えば、僕トレーニング好きなんで、勉強も結構できますね。そういう。なるほどね。なるほどね。脳筋ではないってことね。いや、脳筋って言われるのは悪い気持ちではないんですよ。あ、そうなの？脳みそが筋肉になる、なるぐらいトレーニングしてるっていう、僕はそういう意味だと思ってるんで。あ、ポジティブな脳筋もあるんだね。違うんですか？いや、わかんないわかんない。なんかさ、脳筋って結構悪い比喩でこう言われるやん。あいつ体、そうなんですか？俺のね、解釈は、海星が持ってる筋肉って硬くないから、はい、きっと。柔らかいものというか、何にでもなるものだと思ってるから、きっと脳筋褒め言葉なんだろうね、海星の場合は。はい。いや、だからすごいわ。それはもう。それがいいんじゃない、星川海星のやり方で。いや、いいよ、ちょっとつくばいっぱい鶏胸肉のところはあったかな。まあでもつくばコストコ近いからさ、すぐそこにあるから、はい、鶏胸肉買えるし、ちょっと行けば業務用スーパーもあるから鶏胸肉買えるし。結構自炊はどんな感じでできるの？今も結構あの、まあご飯はあるんですけど量の、ああでもやっぱり全然タンパク質量が足りてないんで、自分で鶏胸、今日も買ってますね。どこで買ってくるの鶏胸？多分僕はスーパーで、え、スーパーで持ってきましょう。あ、でかいやつなんだ。僕は2個、2枚入りで。へえ、それをどうして食べてんの？僕のお気に入りの調理法が、弱火で焼くんですけど、アルミホイルかぶせながら
まあ、弱火で焼くことでだいぶ柔らかいまま食べれるっていう。なんかよくさ、ボイルがいいというかさ、低温調理だっけ、はい、炊飯器の中に入れてみたいな、あれはしないの？ボイルもやってたんですけど、で、まあ、サラダチキンみたいな感じで、あれは食べてたんですけど、なんか多分食べ過ぎて匂い嗅ぐだけで結構気持ち悪くなってくるみたいなところまで行ってしまったんで、工夫して今は焼いて味付けをまあ自分好みにして食べてます。すげえ、すごすぎる、すごすぎる、武装してほしい体で。そうね、まああれは一応聞いとくわ、筑波にした最大の理由っていうのは、まあ、まず勉強ができるところで選んで、その中で自分が外回りのプレーをやりたかったので、ビッグマンが多くいるところだったり、うん、個人的なレベルが高いところに行きたくて、筑波やったら世代の代表とか入ってる選手が何人もいるんで、そういった選手たちとやりたいなと思って、でそれでもともと洛南に入ったのも松屋さんがいたからっていうのがだいぶでかくて、そう、おうおうおう、また松屋さんの背中を追いかけるような形で筑波にも入りたいなって思いました。へえー、すごい、多分今あっちゃん喜んでるよ、多分ええー、ってええー、ってって言いながら喜んでるよきっと。へえー、なるほどね。じゃあ最後、まあ、お世話になった先生とか、まあ、親ファンの人にメッセージお願いします。これ本当の最後の最後です。まずは両親の支えがなかったらここまで大きくもなれなかったし、洛南の2人の先生方をはじめとしたたくさんの先生方に教えてもらって、たくさんバスケットも上達できたので本当に感謝しかないです。あとは応援してくださるファンの方も、まあ、筋肉が好きなファンの方もすごくありがたいことですし、筋トレの励みにもなるので、これからも応援よろしくお願いします。筋トレ頑張ります。はい、というわけで今回は洛南高校3年、そして筑波大学へ進学する青キックスの後輩になる星川海星くんでした。バイバイ。この動画がいいねと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をして筋トレしましょう。